I didn't tell her because she came. You okay today? Later. We we'll call you when it's time. After day. Buenos mm Aires, -hmm. good morning, everyone. Bon dia. God is good. As always, is that right? Hallelujah. メッセージのシリーズですけれども、今日はパート2です。アブラハムによる経済養成所というメッセージをしています。えー、ここに2つの絵があるんですけど、意味わかります 皆さんのてて左側のお猿さんの絵がありますけれども、もう貪欲でバナナが絶対に欲しいと思って手を入れたんですけれども、その壺の中から手が出せなくなっちゃった。 He says that he will open the windows of heaven. Amen. So let's read our key verse this morning. Say no. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. 一緒に読んでみたいと思うんですけれども創世紀の28章の22節です一緒に読みましょうはい私が石の柱として建てたこの石は神の家となりすべてあなたが私に賜るものの10分の一を私は必ずあなたに捧げます Let's pray.Father, we thank you for this time.Thank you that your word is trustworthy, Lord.Thank 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 you that your word is open to see the windows of heaven opened up upon us, Lord.Thank you that your word is open to us, Lord.Thank you that your word is trustworthy, Lord.Thank you that your word is trustwor

神様は聖書の中で、イエス様は聖書の中でこの経済に関して多く語りました。We そして、先週お話ししました。けれども11献金というのは実は礼拝であると。 ヤコブという人はですね神様を愛していましたので、礼拝として十分の一を神様にお返ししたんですねで。アブラムも同じことをしました。えー、先ほど読みました聖書の箇所はあ、ヤコブという人のことを語っていました。 え皆さん、教会にこうよく来ていると、11献金、まあ、この教会では11返金って言ってるんですが、まあ、11献金という言葉をよく聞くと思うんですね。じゃあ、11献金ってどういう意味でしょう literally means え 11, ?11 というのは10%という意味ですね。 ヤコブという人は神様にこう言ったんですね。私の礼拝の印として、私が持っているすべてのものの十分の一を神様、あなたにお返しします。そして、えー、ヤコブのお父さんがですね、 えー、この創世記の14章の20節でこのように言っています。Said, oh, あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。 Abram gave a tenth to God out of a thankful heart for God helping him recover his. アブラムという人はですね、神様が自分のおい子とその家族を救い出してくれたということに関して、感謝して自分が持っているものの10分の1を神様にお捧げしたんですね。アブラム アブラムという人は一緒にですねいろんな男性を率いて戦いに出て行ったんですけれども、その一緒にいてくれた男性軍を祝福する前に、まず最初に10分の1を神様にお捧げしたんですね。すべてのものの10分の1を神様にお捧げしました。 自分の必要を取っておく前にまず最初に神様あなたに感謝してあなたをに誉れをお返ししますという礼拝。 の心で十分の一を神様に捧げたんです。ですから、十分の一というのは、残ったところからその十パーセントを十分の一を取るんではなくて、最初の部分から、最初の部分に十分の一を取っておくという意味です。というのは、よくこういう人がいると思うんですね。 手元にお金がいくらか残っていたらその残っているところから十分の一を神様に捧げる。というのはそうすると残ったら十分に捧げるっていうと結局何も捧げないというのはいつも手元に何も残らないからね。Money, というのはお金が手元にあると必ず何か買っちゃうし何かをしちゃうんですね。 しかしこのアブラムという人はまず最初に十分の一を取っておいたんですね。残ったお金、残ったものから十分の一を捧げたのではありません。最初の十分の一を神様に捧げたんです。そして、ええ。アブラムはですね。えー アブラムという人がこの十分の一を捧げたということがありますけれども、それは教会の規則だから、決まりだから、しょうがないからやるというものではなかったんですね。 定めとかそういう命令が作られる前に、もう、アブラムは十分の一を捧げたんです。というのはですね、アブラムは自分が出て行って戦った戦いの中に、神様がその中に収めていらっしゃるということを知っていたからです。 というのはあその戦いに出ていってその戦いに勝ったので、勝利品を彼はもらったんですけれども、それは神様のおかげ、神様が自分の側に立って戦ってくださったので、それを自分は得ることができたということを神アブラムは知っていたんですね。 えー、マラキという人があ聖書の中に出てきますけれども、それはイスラエルの中に住んでいたあ預言者と呼ばれる人でした。A or more. えー、このマラキという人はアブラムが生きた千年千年以上後になって、えー、生きていた預言者だと言われています。God had to えー、イスラエルのためにこのことをもう一度思い起こさせなさい。私があなたを飛ます神である。聖書の中でただ1箇所だけ神様はこのように言っています。ただ1箇所ですね。それはあ私を試してみなさいと、ただ1箇所だけに神様は聖書の中で言っているんですね。 And let's read it in Malachi 3.10. Malachi 3.10 says, Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. マラ記書ですけれども3章の10節を読んでみたいと思います。収入の十分の一のすべてを蔵に携えてこい。そうすれば神殿には食べ物が十分あるようになる。そうすれば私は天の窓を開いて素晴らしい祝福をあふれるばかりに注ごう。試してみよう。私にそのことを証明させてほしい。 礼拝の一部として神様に捧げ物をするときに、神様は常に忠実に、誠実に、私たちに祝福をくださるんですね。 捧げ物というのはあ信仰の行いですね。礼拝していることですね。God God. そして、えー、捧げ物が信仰であごめんなさん。礼拝であるということはですね。神様は神であるということを認めて礼拝として表しているんです。 そして皆さんがどれだけのお,あお金を給料をもらっているかとか、どれだけのお金をもらったということはあ重要ではないんですね。それが中心なことではないんですね。10%は10%ですから、どれだけ多くの金額を持っているか、少ししか持っていないか、それにはあ関係ないんですね。 それは信仰、信頼、礼拝というものです。それは捧げ物、10分の一の捧げ物というのは常に心の状態を表します。Like、私たちは先ほどの絵のお猿さんのようになることもできます。 このお猿さ,さんのようになってしまうと、神様が持っていらっしゃる大きな,大きな祝福を見逃してしまいます。でも私たちが信仰を持って、愛を持って、礼拝の心を持って、捧げ物をするならば、神様はこう約束しています。私は天の窓を開いて、あなたを祝福しますよ。アメン ある人たちはこう考えているかもしれません。仕事をすること、また仕事をしてお金を稼ぐことはそんなに大したことじゃない。でもそう思っている人がいるかもしれませんけれども、それに対して反対する人も世の中にたくさんいると思うんですね。 というのは神様が皆さんに仕事で仕事を与えて、皆さんに仕事場で仕事を通し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 て、ださんに仕事場で仕事を通して、皆さんに仕事を通して、助けてくださったかということ、あがししてくださいと言ったら、たくさんそう、あがしできる人がいると思うんですね。 ですから、11研究を下げるということは、神様からの行為なんですね。この仕事を持っていることさえも、神様の恵み行為なんですね。God's not going broke. 神様は貧乏じゃありません。神様は皆さんのお金を必要としてません。It's not about God needing your money. 神様がああ,あなたのお金を必要としているのでは決してありません十一献金というのは神様がまず私たちのまず最初のお方である経済においても最初のお方であるということが十一献金なんですねヤコブという人がヤコブの手紙というところの1章の17節でこう言っています何も良いと完璧に誰にも すべ He ての良い贈り物またすべての完全な賜物は上から来るのであって光を作られたおから来るのです下るのです父には移り変わりや移りゆく影はありません。You know, when my children were little, えー、私の子供がちっちゃい時、えー、子供たちが神様をたっ飛ぶようにということを教えました。そして子供たちにこのことを教えようと思いました。自分たちが神様にどれだけ捧げても、神様はもっと多くの祝福をくれるんだよって。So if they ですから、子供たちが誰かから100円もらったりとか、1000円もらったりとか、いう時にはですね。これはこの、このお金をもらったのは、神様の恵みと神様の好意からヒーなんですよ。だから、これを認めて10、10%を必ず献金しましょうって教えたんですね。 それはですね、私たちにある恵みと恋がどこからやってきたかということを思い起こさせてくれるものです。それは、神様からいただいて、その一部を神様に感謝の捧げものとしてお返しするんです。ここのことは日本,の日本人の方はよく理解する。 はずなんですね日本で私たち結婚したんですけれどもその時に日本のこう習慣を おすごく体験したんですね。そのことをに出会ってちょっとショックもちょっとびっくりしたんですけど、えー、日本で結婚式をして、えー、まあ、お祝いとしてたくさんの人からたくさんお金をお祝いのお金をいただいたんですね。こんなにお金をいただいたってすごい嬉しくなって。でも、お妻があこの日本の 習慣を教えてくれたんです。ですね。そのお金をお祝いをいただいたけれども、でもその一部を取って。お返しをしなくちゃいけないんだよって言われたんですね。そ、ね、んなことなんでお金を返すお金を。<laughs> ああ、お返しなくちゃいけないのって、私はそう思ったんですが s mine. <S る。ああ、このお金はもう自分のものだって、その時は思ったんですが。 But then, you know, of course we gave gifts back. We bought we went out and bought stuff and gave gifts back. And I realized it's a way to honor the giver. で,すね、でもよくその時に分かったのはああお祝いをいただいてそのお返しするのはやっぱくださった相手をたっ飛ぶ感謝の気持ちを表すっていう意味があるんだなって分かったんですね。ですから私たちも11献金を捧げるときに私たちにこの命をくださった神様をたっ飛んでいるっていう意味があるんだなってことが分かります。

ですから、1万円のお金を稼いだ人はですね、神様、この1万円をありがとうございますという感謝の心を持って、1000円を神様にお返しするんです。そして、10万円をもらった人は、その人が3000円だけ神様に捧げたとしますね。

More okay. しかし、言えることはたくさんお金をもらった人の方が結構手放さないってこうケチな心を持つことがあるような気がします。でも、ね、1万円1,000 1万円だけもらって、でもその10分の1をちゃんと1,000円を献金した人の方が、もっと感謝の心を表していると言えるんじゃないでしょうか。See, the 聖書の中のルカによる福音書の中で2個書いてありますが、イエス様、ここに原則がありますと言っています。この箇所はもちろん献金のことも語っていますが、あわれみを表す、また感謝の心を表すという意味も持っています。 Giving of your talents. Jesus said, Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. 与えなさいそうすれば自分も与えられます人々は計りをよくして押し付けゆすり入れ溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょうあなた方は人をはかる計りで自分もはかり返してもらうからです,ららです11献金を捧げるという意味はということは寛大である <Because God S 1> っていうことではいで 実はないんですね例えば、例えばですね、パウロさんがここにいますけれども、パウロさんの給料日の後、私が彼の家に行って、彼が稼いだお金を少しこう取ってしまったら。 He didn't kill me or anything like that. And then one day I thought, man, I'm being really rude to Paulo. So I go to Paolo, Paulo, I'm going to start being generous and I'm not going to take your money anymore. パウロさんにこう言ったとし時も、やっぱね、お金を取るの悪いから、やめた方がいいなと思って、パウロさんのところに行って。私はあなたに寛大になります。寛大になるから、あなたからお金を取るのをやめますって言ったとしますね。パウロさん、そうしたら、どう思うと思います?。そんなふうに、わから、あなたの、から、お金を取らない、盗まないから、私は寛大になります。ったらパウロさんは、ええ、この人頭おかしいんじゃないのって思うでしょ?。am i being generous by not taking what's his。 パウロさんのものであるものを取らない、盗まないことによって私は寛大な人間って言えます心が広い。ですから私たちのいただいたお金の10%は神様のものですから。 From God. ですから、私は10分の1を捧げないって言ったら、私たちは神様から盗んでいるという意味になってしまいます。ですから、その神様のでものである10%を神様にお返ししたからといって、寛大である心が広くなったとは言えないんですね。 10分の1を下げるということはただ感謝を持って私の命をくださった方をたっ飛ぶという意味ですね。 でこの11献金に関して、えー、ジェニーさんにあの証を頼みました、で、今、来ていただきたいんですが。私は彼女の,この10分の1の献金ということに関して、えー、知ってるんですけれども、やっぱ彼女から直接証をしていただきたいなと思って、今回、お願いしました。マイクと Uh, are you going to do it in English? Or? English. Okay. English is fine. Ah, I English I is fine. i is Tagalog. No, tell my Ah, Eileen, Eileen, Eileen. Sorry, I think she wants English. Okay. No, because we have English. I can mag English, ako mag Tagalog. No, no, no. 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 Japanese. So ah, English. Do English? Ah, okay, okay, okay. Try to do just English. English. Okay, okay. Oh English or Tagalog?

I'm the only one supporting my family in the Philippines. With then I have two colleges and one high school. I'm supporting my family in the Philippines. two college and one high school. Mm. So it's really, really, very hard for me giving my tithes. It was hard for me to give my tithes.

本当にでも十分じゃなかったんですの時はあの人にあのお金を借りてでなった,り私たちの私の子供をすごく大変なところを取っていました。Until one day, I found Until one day, I found myself speaking to Kako-san, ah, talking ah, to Kakosan. san And Kako-san asked me, "Why, Jenny? What is the problem?" Ah, uh, uh, I told Ah uh, san i much. I have a so big problem about my finances."

I give, <laughs> 時々私はあの十一分十一献金を捧げる時はあののななんんていう残っている時だけ捧げているそれは私の十一献金だと思っている時はありました。So after we t a l k another week, I found myself speaking to Pastor Dennis and Kako san again.、Ah, one week.、Oh. Uh, 一週間後、私はまた、カクさんと、まあ、あの、パストデニスも一緒に話す時はありました。So、パストデニス told me that, do you know it is right to give,、uh, not to give your tithes, Jenny?Do you think it's right not to give your tithes, j e n n y p a s t デニス、こういうふうに聞きま,私にあの聞かれました。 あなたは11献金に捧げないということは正しいだと思っていますかそう、ま、so, so、あ、もちろん私はそれは良くないよって思いました。But I answer him, でも、こういうふうに答えました。enough. あ、私は一生懸命働いているけど、でも私の給料は。 So Pastor Dennis uh helped me uh, by telling me by by he he told me like this. Okay, from now on uh, to Okay, from now on you will give your tithes, your ten percent tithes, every month to Kako-san so that we could こういうふうにパストデニスシいました。まあ、これから毎月あなたの11献金はカクさんにあげてあ、そうすれば私たちあなたの11献金があのモニターってなんじゃなモニター。あちゃんとあのやっているかどうか守見守っている。そう、私たちはたくさん祈りました。そう、毎月私はカクさんにあげて、カクさんにあげて、 毎月私の11献金は格差に上げました。もうあの3ヶ月までその,あの11献金を数日に捧げた時に私の,あの仕事場で私の,あの,で私の,あのリーダーはあの シフ夜もあの夜勤もははらく働くことになりました。So, of course, when you are in night shift, your salary is quite、uh, big. も <laughs> ちろん、あの夜勤の仕事すると、あの給料もげああげの上がります。But amount amount that it's not the。it's not the。I've learned 私ははこういうふういふに学びました。それはあの 金額ではありません。それは金額ではなくて、私の心、支える心が大切です。As I give my, my tithes regularly, 10% from my gross income, gross income. 10% from my gross income. 私は11件金、私の小収入を支えた時に、 My mother in the Philippines, uh, her condition is getting good. Even me, because last last, year, last other year, I was brought to the hospital twice by an ambulance. Last year. Last other year. 2年,もう自分も2年前,前は本当に体調悪くてあの救急車であの運ばれた時もありました。My is getting good also. 私の子供たちもよくなりました。神様はははこういういに約束ししてくれれままた私たた私私ちち捧げる時は私たちはあたあの与えられます すじつにささげるときは、私たしの,あの自分のこの体の体調もあのよくなりました。Problem, 本当に問題もも抱えててるるけどでも神様私は私見,見捨,てる見捨てることはしません I've also learned that the deep level of happiness or joy is not keeping it with myself or having it with myself alone. fuiwaset. <laughs> 人生の深い喜び、また幸福感を体験するのは自分にどれだけ物を取っておくか、お金を取っておくかということではないんですね。それがこのことを関して、はこ,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 このことを通してわかりました。But it is by giving and releasing it to God's glory. それは神様にあの捧げて、流すことは神様に栄光をお返しします。I know that it is my faith and my trust to God and obeying his word.

あ、あの、うに帰ってきて、なんか、あの、もう、よくないモードに。あ,あ。機嫌悪いです。<laughs> he's so うるさい。and then he's he、yeah, he <ー>。he's <and S 1>、yeah he's n a g g i n g and。and。lent r o m s like that <S。and then <の> i ask e d him。are you angry, darling?。<laughs> <laughs> こういうふうに聞きました。あの、darling、あんたは怒っていますか。<laughs> and he told me。お金ない。<laughs> よく言って。おかにない。My heart is beating too hard and then too fast. And then my heart attacked. And then my heart a t t a c k according to him. Heart attacked. Then I told him, Where is your fate? でもこういうふうに言いました。あなたの信仰はどこにありますか Trust God. Your, God. your problem is just so little, but our God is so big. あなたの問題はこれっぽちい。で私たちの神様な大きいです。小さい。でも私たちの神様はこんな大きいです。Uh, He so、神様は私たちを助けてくれる。あなたはわからないの私たちの神様はすごく大きいです。 And that time, little by little, he calmed down. He understand what I said that we will help together because God is with us. Help together because God is with us. So, giving my tithes, I I feel that I, I'm, I'm at peace. I can. I can sleep well. 私はジューチキンキあげたときに本当に平安が与えられました。本当にもうよく眠れます。Because I don't r b anymore to God. <laughs> 私は神様からもうあの、盗んだりはしていません。God 神 God 光あ the glory. さん、日本語に訳してもらってもいいですか。お願いします。あ。 いい今、ジェニーさん、証しをしてくださいましたけど、そのことを本当に感謝します。11献金ができてなかったんですけどっていうような、そういう証しをするっていうことは、そんな簡単ではないんですね。 で、生徒の中にははっきり書いてあって、私たちは収入の10%を神様にお返ししないといけないんですって書いてあるんです。で、クリスチャンになりたての方だったら、あちょっとそれは大変ですね、私ちょっとできてないんですみたいなことは言えるかもしれません。

ですからそういう状況の中で私たちのところに来て私は実は11返金がきちんとできてないんですっていうのはあの簡単なことではないです。Because 私はクリスチャンになってからかなりもう時間が経っているのに11返金できてないんですなんていうのはまず自分のことすごい恥ずかしいなそういうこと自体が恥ずかしいって感じることなんです、ね。So、ですから <Right? S 2> あ,のあんまりこういうこと言いたくないなどっちかというと隠しておきたいなと思ってしまうんです。 でも彼女は正直に私たちのところに来てくれて助けてもらえませんかって話をしました。で私たちは、僕も私も普通はメンバーの人にあなた11元金してますかなんていうのはあんまり言わないんですね。聞か聞きませ from you。 で先ほど牧師も言いましたけれどもそれは皆さんの心の状態の問題なんです<う>皆さんの側から言ってくるっていうようなそういうことなんですねでもちろん私たちは真理を皆さんに語りますそして皆さんがその聞いた真理をどういうふうにしていくかということなんですで で,で,で、なぜジェニーさんに対して私たちはじゃあこれから11返金を私たちのところに持ってきてくださいって言ったのかというと彼女がまず私たちのところに来て助けてくださいとい っって言って言彼女の心を正直に表してくれたからです。で皆さん覚えててほしいのは私たちがそういうことをまずジェニーさんに言ったというのは彼女の人生をコントロールしたかったからではありません。 毎回彼女がですね、11返金ですって言って持ってきたときに、その封筒の中を私は確認しました。本当に11返金なんだなと。1000円だけじゃなかったです <laughs> で、えー。で、私がそういうふうに彼女と一緒にチェックしていかなくてはいけなかったというのは、彼女が申し開く責任を持っていたからです、ね。<laughs> で、私は彼女のことを感謝したいです。彼女が減り下だって、私のことを助けて,きてくだ助けてくださいって彼女の方から言ってきてくれました。そして、2年間、それからですね、ずっと毎月毎月、きちんと忠実に11返金を彼女はしたんです。で、 私は今年になって彼女に聞きましたあの。これからはじゃあ自分一人でやっていけますかって、なぜ<も>かというと、<も>彼女の人生の生涯残る全部生涯死ぬまで,です、ね、私は毎回毎回チェックしたいなんて思ってなかったからです。 で私のゴール、目標というのは私は彼女を助けたいと思っていましたけれども最終的には彼女が私の助けを必要としなくなって自分できちんと11返金できていくということなんですね私たちの目標というのは彼女の中に良い習慣が出来上がっていくことを私たちは目標にしていました。 so from this year i want to uh, i want to thank god that she, i asked her can you do it this year just without me checking and she said yes i will do it faithfully this month so this year from january she's doing it on her own i don't need to check it anymore and i want to thank god uh, for helping her grow in that area of her life で今年になってから彼女に聞きました自分一人でこれからは私もチェックしないでも自分一人できちんと誠実に十一返金をしていくことができますかで彼女はできますって言ったんですね。で私は今年の1月からもう、えー、と封筒の中を開けて中を見る確認っていうことはしてません。So でジェニーさんが私たちを信頼してくれてたこと、そして、えー、忠実に11返金できるようになったこと本当に感謝しています。And I で皆さんあの、一つ言いたいのは皆さんももしかして葛藤してらっしゃるかもしれませんけれどももし葛藤してらっしゃったらどうぞ私たちあるいはライフグループのリーダーとかにです、ね、どうぞ相談に行ってください。んだっ皆んん恥ずかしいいいってて思わなくていいんですね

In our finances. To show true worship to the Lord. and I'm very encouraged by uh, Jenny's also Jenny's humility to of she wanted to get out of debt she wanted to, to really see God's blessing upon her life and upon her family そしてジェニーさんの本当にジェニーさんが減り下って私たちリーダーのところに助けを求めてきてくれたこと、そしてもうこれから神様に祝福を受けたいから、まずは借金を全部終わらせて、そして正しいことをやりたいという気持ちを私たちに伝えてくれました。ノーレス そして、先ほどの約束で天の窓を開いて、祝福があふれるばかりに神様からやってくるという約束がありましたけれども、それは経済だけに限らないんですね。それとは限らずに、他の部分で神様の祝福があふれるほどにやってくるんです。 十一献金を始めたら、本当にもう健康になって、健康になったら医療費もかからませんね。だから医療費を払わなくていいということで、多くのお金を蓄えることができたでしょう。ですから、この十一献金は決まりではありません。 それは私たちに命を与えてくださった神様に感謝を持ってそれをお返しするという心の状態です。S <S お祈りします。Lord, 天のお父様、この時はありがとうございます。You you life, 天のお父様、あなたは私たちに命を与えてくださる方ですから感謝します。すべての良いものはイエス様、あなたからやってきます。 そしてあなたが私たちに持っていらっしゃる愛から目をそらすことがないように助けてくださいそして経済の部分においても私たちが忠実にあなたにお捧げすることができますように <Jesus'> イエス・キリストの名前によってお祈りしますあめ今朝はもう献金の時を